久保さん、今回過去のか、すぎるにしましょうか。なんか、久保さんこれひどいですね。僕の髪の毛も過ぎ去っていきますよ、どんどん。これなんかひよこみたいだな。ひよこみたいですね、久保さん。 ちょっと薬今飲んでるんですけど、薬ね。これ薬飲んでるんですよ。もう毎日飲んでます。まあちょっとこれからもう一年ぐらいずっと飲もうかなと思うんですけど、どうなのかみたいな。そうですね。まあ新潟も過ぎ去っちゃいましたね。あっという間に終わっちゃいましたけど。まあいつもね、僕車でいろ移動して思うことが思うんですけど、ね、あの、 まあ景色はね、どんどん、あの、まあどんな移動しててもそうだと思うんですけど、今の景色は遠い昔になる、遠い昔の景色になるというか、うん。だけど、結局、アクセル踏んでると、その景色をこうずっと過ぎ去るんだけども、結局目的地に到達するっていうね、どんな遠い距離だったとしても、アクセル踏めば行けるっていうね、 まあ今年僕9月ね、北海道行くんですけど、もうこれはもう行くって決めてるんで、9月ですか。まあ車検があるんで、車検終わったらっていうところで、まあ、曜日は、日にちは決めてないですけど、9月中に北海道来るまで行くと。決めてるんですけど。まあ行けますからね。決めれば。決めれば行けるんですけど、まあなんとなく行きたいなとか、なんとなくの、 ものって多分、無理なんじゃないかなと思いますね。うん。だから行くことをき、き、決め、まあ決めてもね、ま、まあなんかね、億万長者合宿も稼ぐことを多分決めてきたと思うんですよ。まあどうでもよくて来た、あ湯がまで来たわけじゃないと思いますし。うん。だから決めたことも守れない人もいるとは思うんですけど。 でも、少なくても決めたことによって湯、湯河原までは来れたはずですよね。湯河原までは <laughs>。あれ、欠席者なかったと思いますね。お金も払いましたし、ね、お金も払って来ないっていうのは、なかなかファンキーだと思うんですけど。うん、まあ、う全員欠席あの、出席していただいて、まあ、一泊二日二日泊まって、飯も一緒に食べてやりましたけど。本当どうしちゃったんでしょうね。まあ、連絡、 がないっていうことはやってないかやってるか、まあどっちかだとは思うんですけど、まあやってたほしいですよね。もう実はあの久保さんとか吉谷さんに連絡全然してなかったですけど、実はあの湯川の合宿参加してからこんな変わったんですみたいなね。連絡がないからわかんないんですけど、うん。まあ連絡がないから、まあ想定するのはやってないんじゃないかなと思います。 うんまあ、やってるんだったらね、いやいや、や,やりまくってますよ、みたいな。でも、もう、億万長者なりましたよ、みたいなね。ぜひ、ご一報いただけるといいんじゃないかなと。うん、まあ、もはやもう、僕と久保さんのを見てないかもわかんないですしね。うんうん、まあ、でも、遠い過去ですね。もう、令和、令和4年で、平成って遠い過去ですね、久保さんね。平成最後に、なんだ 億万長者やりましたけど、うん、僕たちは、平成から始めたことを令和にでも続けてると。生まれは昭和と。<laughs> 久保さんも生まれ昭和だと思うんですけどそあ。そうそう、今回ね、あの、移動してる中でね、昭和っていうね、あの、看板があって。そう、昭和っていう <laughs>。昭和村っていうのがあってね、昭和行きみたいな看板が昭和みたいな。タイムスリップだな、みたいな。 うん、まあ、あのー、アクセル踏んでください。踏めば、まあ、いけますよ、うん。髪の毛はちょっとわかんないですけど、いってらっしゃい。